毎朝、6時に起きて、その日のお客様の予約分の、魚介類を築地に毎朝買いに行ってますね。日本の近海のマグロがうまい要因っていうのは、この日本の地形、その遠浅で川がたくさん多くて淡水と海水が交わるところがたくさんあることによって良質のプランクトンが湧いて、日本っていうのは遠浅がずっと続くから、その小魚が育つ環境っていうのは、いられる環境っていうのは日本が素晴らしくいいんですよ。その美味しい魚を食べるからマグロが美味しい。だからその日本の近海のマグロが美味しいっていうのは、これは本当に日本の地形が生んだ本当産物なんですよ。で、私は鳴駒さんの専属芸者になりました。17の時からで、おかげさまで32の年まで芸者してたんですけど、鳴駒さんが潰れてしまった。約花柳界がなくなって40年ぐらい鍵盤がなくなってね。で、その鍵盤がなくなったってことは、芸者師もいらっしゃらないし、置屋もなくなるわけですわ。とその置屋さんの後に、こういうなんていうのかな、小さなお店がたくさんできるようになってね、まだそんなに最初の頃はこんな賑やかではなかったんですけどね。極力こう自分で作ったものをお出ししたいので、調味料以外だとかはやっぱり自分で作ってお出しをしてますね。時間はかかるとは思うんですけれども、やっぱりそこもおもてなしの一つだと思ってやってます。その陶器市だとか、現場に足を運んで、その作品を作った人とお話しして、気に入った器を買ってお客様に見てもらえるのと、自分で料理をここに持ってお出しするのと、頭でイメージして器を買って、お客様にお出ししてますね。人通りはないけども、店を開けると人がいっぱいいるっていうのが荒木町の特徴ってよく言うんですよね。で、あとはその味が分かってる、美味しいものを知ってる年配の人たちが来る町なんで、その一度着いたら離れない、お客さんがずっと来てくれるっていう、ところですね。だから、うちもそうなんですけど、ふらふら歩こう、どこにしようかなって、お店なんかいいお店ないかなって探して、うちに入ってくるっていう人はほとんどいないですね。それからアコーディオンの方と一緒に組んでね、荒木町にたまにお座敷呼ばれたんです。やっぱ良さがあるからですよ。荒木町のしっとりした良さとね、そういうところ、なんとなくこう雨が時たま雨降るとね、余計いいんですよ、この町は。しっとり濡れた感じ。もう歌もやっぱり演歌が多いし、その日本の古き良き時代を歌ってるので、やっぱり義理人情っていうものを肌で感じてなかったら歌えなかったと思います。昔は料亭が多かったんですけど、今飲み屋さんが多いけど、まあスナックよりね、焼き鳥屋とかショットバーとか、最近はショットバーが増えてね、変わりましたですね。僕らはいつまでやれるかわかんないですよ。でまたこうやって訪ねてきてくれるお客さんがいるからね、いやまだその人たちは生きてるからね。これはもう年が、僕はもう年だから僕より普通は上なんですよ、やってくれるのが。そうすると今僕はお客さんより上ですからね、年が。そうするとあんまりだんだんなくなっていきますよね、この商売。まあ本当に昔ながらかもしれないですけどね、やっぱりその時その時期にしか食べれないものをお客さんに提供できればなっていうのがこだわってやってるところの一つですね。今は楽勝の中、お店がこう潰れるっていうかやめてしまっても後からもうすぐ埋まるんですよ。お店自体はすぐ、店舗自体はすぐ埋まる。ただしお客さん持ってらっしゃらないとなかなか難しい。何でもいい、何でもいいし、誰でもいらっしゃいみたいな商売は多分この町ではあまり通用しないのかもしれないですね。こだわりを持っていれば持ってるほどいいかもしれないですね、荒木町は。静かに